まあやっていく、もう一回あの歌姫歌王子潰していきたいと思います。プロデューサー、うん、次は誰かな。私は特に変わりないと思うのですが、うん、もしや他の二人が何かいけないことを。いけないことってなんだ、いけないことってなんだ、いけないこと、ちょっとなんかこういけないこと、いけないこと、ちょっとなんかこう中にこうウィーンって今日もナムコプロは平和なの、そういうプレイしてんの。はい、あ、うん、変えよう変えよう。次何かありましたっけ。1個確か残してたはず。あれレディ残してたっけかな、残してたと思うんですけどね。1つしてたかな。あ、あー、一人では、うん、あれこれはダメかな、どうします。基本的に早い方がいいんですよ、ね、一人ではできないこと、ねえ、まあ、これしかないかな。これが新曲なんだね。明るい、この曲を歌いこなせるよ。 The world is all around ボインって揺れる。今回は勝てるでしょう、うん、楽趣味あの子じゃないの。あ、変えとけばよかった。あ、レートスーパーする必要ないよ。空見上げ手をつなごう、この空は輝いてる、ねえこの世界で、ねえいくつの出会い、どれだけの人が笑ってるの、ねえ泣く毎日は、ねえ意外とギリギリでしたね。空見上げ手をつなぐ
屈の出会い、どれだけの人が笑ってるの。ねえ泣くも一緒、ねえ笑うも一緒ならば笑って生きようよ一緒に。何それ。ミキちゃん映りたかった。そうやね、映りたいよ。何それ。うん、歌姫歌王子フェス、うん、歌が上手い人第1位千早ちゃん、超可愛い人第1位千早ちゃん、そして盛り上がってみると第1位それは千早ちゃんちゃたち、おめでとう。そらそうや、うん、今まだ浮かんでいたのかじゃないと思って、まあまあまあ写真付き送ってほしいな。おお疲れ様です、千早です。もしかしてプロデューサーは今日もうこんな遅くまで残業でしょうか。無理して体を壊しては元も子もありません。私が心配するのは失礼だと思いますが、適当な息抜きも忘れないでくださいね。オフの日に息抜きのつもりで目的もなくただフラフラと街を散策してみたから言えるのですけど、あまり私はそういう無目的なことをするタイプではないので余計に新鮮でいいリフレッシュ。なんとなくわかるそれ。で、その時思い立って自分の写真を撮ってみました。珍しく上手に撮れた気がするので思い切ってプロデューサーに送ります。一応オフの間に出来事もプロデューサーには報告するべきかと。もちろん不要でしたら捨ててください。それでは。ほう、これお店の中で撮ったの。めっちゃポーズ撮ってるやん、かわいい。はあ、これ待ち受け決定じゃん。うん、最高。やっぱな、はい、残り11周。今までずっと手洗いだったんですけど、洗濯機入れたらぐちゃぐちゃなってたんですよね、やっぱり。やっぱ手洗いにしよう。ダメだわ。
な出会い、どれだけの人が笑ってるの。ねえ泣く毎日さは、ねえ笑うも一緒ならば笑って生きようよ一緒に。マジか。あ、間違いだ。もう、いやもうええ。はい。あ、ちょっと多いよ。そうだよ。え、おうおうおう、あいえ、大将、グランドファイナルも近いし、気は抜けない。一番気になるのはそうだよ。この前泣いてたから、なに、うん。うん、本当の意味で俺に心を開いてくれるんだろうか。え、どっちだ、社長か、お姫人か。黒沢、え、羊、出えへんでいいやん、そんなん。もしもし、大鳥やん、わしだよって名前言えよ。大鳥さん、忘れるわけありません。あの、俺に何か飲んでますか。声に緊張があるよ。わしが怖いのか。うん、もう俺があなたを恐れる理由なんてありませんから。え、高値いな、それな。いや、行くしかないでしょ。うん、行くしかないよ、そんな。多分、うん、まあ、お姫ちゃんはあいつの言う通りに動くやろうから、下手すりゃ、うん、きついこと言ってくんの。誰もいない静かなパーティー会場ってどことなく不気味だな。何こいつ。そんなことより、高根は俺に話したいことって何なんですか。は、くそ。まあまあ、そういう展開がなかっただけでも。電話した方が良かったか。何やねん、大金、何、高値を売れみたいな事態。はあ、いくらすんの。そんなことできません。大体なぜそんなことを大富さんが俺に頼むんですか。おうよ、何、あ、黒いに、あ、そうなの。ああ、そういえば何か言ってた。いいか、自分たちの手の届く範囲、
見える範囲が世界ではない。もう忘れてるわ。世界はとてつもなく広いのだ、はあ、自らの器を見誤らないことだな。ではアデュー。はっ、うん、で高値をゲットするってこと？どんなとこをするというんですか？高値が欲しい。その取り上げねばな、呼ばしかなくなれば高値もいい加減観念するだろう。ってことはまだ抵抗してるってことやね。ほんとなんて卑劣やな。大丈夫やん、そうですやん。自分が恥ずかしい。ああ、そうよ。そりゃそうでしょうが、おめえだろ。ちょっと嫌な予感するんだけど。プチ、え、あ、停電、え、何し、お静かに。あ、お姫路、どうぞこちらへ。少しの間大富殿から姿を隠せます、うん。ちょっとこう触ってこう、お、柔らかい、これはなんだみたいな。ない。あ、はい、な、何、どうしたの。虫の知らせとでも言うのか、うん。あ、よかった。悪い予感がしてあなた様を探しておりました。うん、うん、こんなところまで乗り込んできてくれたのか。逆に助けるつもりで来たのに。あなた様の真似をしただけです。とにかくしばし我慢を、うん、暗闇に目が慣れるまで。おう、あ、見えてきたぞ、うん。申し訳ありません、うん、やはり巻き込んでしまいましたね、うん。私が話すのをためらっていたばかりに今よりお話しいたします、うん。あなた様にこれまで隠してきてしまったことを、うん、そうか、嬉しいよ。とかね、俺どんな話でも届かない。まあ、受け止めてみせる。なんでもなんとこいだ。ありがとうございます。で、結局それでは話させていただきます。ユミチン黒いじゃないの。実は私、うん、密かにずっと大富殿と会っておりました、うん。最初は謝罪のため、私以外の皆に手出しをさせぬためでした。休婚ほどなく求婚されたのです。え、求婚ってそっちの、え、いやいや、え、求婚ってあっちの求婚。いいえ、求婚とは求婚、結婚して、何、おっさん気持ち悪迫られているということ。ロリコンじゃん。いくつして未成年やで、ね、この子。え、そんなことありえないだろう。え、未成年だよ、おっさん。どうしてですか。私はこう思いました。私が必要とされるならそれも良いのではないかと、うん。どういうこと。まだ返答してはおりません。特に断る理由も持ち得ませんでしたし、戸惑い迷ってしまって。え、断る理由はないの。え、どういうこと。え、なにこれ。え、これ本物の高根ち、偽物ちゃん。私は服脱げよ。自分の意志が希薄なのです。幼き頃より目的は人から与えられるものだったからでしょうか。しかし私は今はその目的すら失い、なんで？かつて目指していた場所をただ何とはなしに目指しております。え、一緒に目指すって言ってるじゃん。え、ですが本当は分かっているのです。私はもう自分の頭で考え、自分の足で立ち、自分の目で自分の生きる道を見据えねばならないことを分かっていながら、これまで行動できなかった。ちょっと、そんな頼りない私ですが、あなた様の決意を聞いたときに感銘を受けたのです。どんな決意。ハリウッド。ああ、
はい、今の自分を良しとせず、常に新しい目的を開拓していくあなた様のお姿は私に勇気をくれました。私もあなた様のように強くありたい。ですから本日は大富殿に私の言葉を伝えたいと思います。おう、あ、電気が眩しい、うん、お返事、うん、俺は高根を、いや、これしかないでしょ、そりゃ愛しているんだ。うん、高根の可愛いところもたくさん知っている。だから知らずのうちに高根のことを、うん、ありがとうございます。愛してくださっているのは嬉しいのですが、それを言うならば大富殿からも愛されております。私はもっと別の言葉が欲しいのです。俺の子供を産んでくれとか、俺は高根を何に必要としているんだ。ハリウッド行くけど、日本に戻ったら誕生しない、うん、次は世界の人たちに歌やダンスを届け、みんなも幸せにする。そのためにあなた様、うん、なんともありがたきお言葉。私からも そこは、うん、今ははっきりと申し上げられます。大富殿、あなた様の求婚お受けできません、うんうん、そりゃ、タラレバの話しないでよ。はい、え、なんで？わかりました。ちょ、ちょ、もうそんな約束する必要ないぞ。守る必要もないけど、うん。私は今、初めて自分自身で自分の運命を選択しようとしております。うん、こんなに嬉しいことはありません。私の運命の扉、共に開いてはいただけませんか？あなた様。分かってるとかね、高根がそうしたいっていうのは、な、え、な、え、すごい引っかかるものがたくさんあるんですけど、お姫ちゃんは何か脅されてたとかじゃないの？あなた様、え、何、どうせなら最後までかっこよくしていただけるとありがたいのですが、あなた様は囚われの城から私を救いに来てくださった騎士様なのですからね。しかもその囚われてるのを逃げ出そうもしなかったじゃん、お姫ちゃん。おいおい、マジか、こういうことやったんか、そのなんかあれっていうのは。ああ、なるほどね。あの、あなた様、ちょっとなんかまだあなた、せっかくですから少し踊っていきませんか？誓いのワルツを。ワルツ、え？なんか納得いかへんよ。うん、笑顔を守ってみせる。うん、お姫ちゃんは脅されてたとかじゃなくて、休館されて迷ってたんよね。断る理由がないとか言ってたけど、あなたここ断らんかったら周り迷惑かかるやん。え、どういうこと？わかんないんだけど、なんで断る理由がないの？それとあれよ、 IA 取れなかったら、うん、休婚したるわいって、私で選んだのですとか言ってるけど、それを自分で選ぶの？え、ちょっと待って、やばい、これ嫌なパターンだ。え、これちょ、マジか、きつー。
マジか。え、なんなんじゃあ、あの差し向けたあの目出し帽の男はなんなん。ちょっとポリに捕まったんでしょ、どうせ。全部吐かせよ、拷問してでもいいから。誰に言われたのか。え、ちょっと待って、おひねちゃんなんなの。ワルツ全然何にも集中、頭に入ってこなかったんだけど。そう言われてもなんかなぁ。なんか求婚されてその単純に迷ってたってところがな、ちょっと なんか納得いかへんのと、なんかこの約束を受けたっていうのもね、そんなんなんなの、金に目くらんだのほんまに。マジか、おひねちんこんな話なの。ちょっと、まだ何かあるかもしれませんしね。わからん。